理想の相手を見つけろ年間本100冊論文300ペーパーをイメージさり誰かが言ったことでなく論文から出た結論しか信じられなくなった論文男がお送りをしますさあ本日は理想の結婚相手を見極める科学的な方ですねこういう性格の人が将来有望だよみたいな研究はたくさんあるんですけど今回はそういうのではなくて男性のこことここを測るだけで将来成功する可能性だったり生殖機能が優秀だよっていう放送ですね。まあ、つまり女性は結婚相手を選ぶときに 男性のあれを測りましょうっていうこといこですねではもう早速結論ですが、薬指と人差し指の長さを測りましょう。これで男性の全てが分かります。ただし、女性に関しては当てはまらないので注意してください。2019年のローザーヌ大学の研究では、この薬指の長さと社交性との関係を調べた研究が出ていまして、対象としては4998人の平均年齢25歳の男性を対象にした研究になるんですが、 薬指が長い人ほど、社交性、友人の数、女性の求愛行動が多かったという結果が出ています。社交性なんかは将来の年収と関連があることが科学的に明らかになっていますし、サンプル数が4,998人ととても大きな研究になりますので、これは信頼できる研究であると言えます。男性の薬指っていうのはテストステロンの多さと比例していますので、薬指が長い人は男性ホルモンであるテストステロンの値が高いっていうことです。 テストステロンを徹底解説した放送は関連動画として説明欄に貼っておきますので興味がある方はご覧ください。このテストステロンの値は高くなると成長機能はもちろんですが運動能力が高くなることも分かっていましてテストステロンの数値が高い人は低い人と比べて年収が3から5倍も高くなるっていうことが論文でも言われています。まあ、なので女性が結婚相手を選ぶときは薬指が長い人を選ぶことによって子供ができやすくお金面でも苦労する可能性が低くなるってことですね。 男性ホルモンというふうに聞くと、あんまりいいイメージを持っている方が少ないかなと思いますが、別にテストステロンの値が高いからといって、ごつい男らしい顔ではありませんし、怪我もさもさっていうことではありません。攻撃性とテストステロンを調べた研究や、性犯罪者とテストステロンの値を調べた研究もありますが、どちらも全く関係はなかったということですので、男性であればテストステロンの値が高い人を選ぶことには間違いありません。では、どのくらいの薬指の長さがいいのかなんですが、ここでは薬指と人差し指の長さを測ります。 人それぞれ手の大きさというのは違いますので人差し指との比率で判断します人差し指と薬指の長さの比率が平均が0.95ですのでこれより低い人は薬指が長く高い人は薬指が短いということになりますなので0.95よりも低い数値の人を選びましょうということですねしかもこの薬指の長さというのは結婚相手だけではなくて自分の子供の将来性を見極めるのにも役立つということが分かっていまして 2歳以降の薬指の長さは男の子のテストステロの値と関連がありまして薬指が長い子というのは運動能力や競争心が高くなるということが明らかになっています女性であれば付き合う前や結婚する前に彼氏の薬指と人差し指の比率を測るとその人の将来性がわかりますし母親であれば自分の子供の薬指の長さを測っておけばその子の将来性が楽しみになると思いますテストステロの数値ですので女性や女の子は関連はありませんのでここは注意してくださいそれでは このチャンネルでは論文や本をベースにして生活を豊かにする情報を放送しています。週末の金土日の夜7時、ぜひご覧ください。あとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。